歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。はい、今日は非常にいい天気なんですけどね。なんか夕方から雨で、まあ雪も降るかもなんていう予報になってるんですけどね。はい、で今回の動画なんですが、こちらトルネードスティックですね。トルネードスティック、はい、定期的にこれの動画を上げようと思ってて、その定期的が今回になりました。トルネードスティックでございます。これを振れば、スイング良くなります。振るだけでいいんです。別に何も考えなくていいんですよ。体回せたの、力抜けたの、ヘッド走らせるだの、余計なこと考えなくていい。ただ、余計なこと考えなくていいんですけど、余計なことはするなよと。体回すだとか、体重移動だとか、下半身リードだとか、左手で振るだとか、右手で振るだとか、何も考えなくていい。とにかく振る。で、こうやって振ってれば勝手に行きも帰りも同じ軌道になってくる。で、この軌道が、波打つ人はそれだけこうやってずれる人です。ずれれば波打つ。あとは、こうやって体回すのも、まあ結局ずれるからね、波打つんですよ。このトルネードスティックの軌道が。とにかく、このトルネードスティックが、行きも帰りも同じ軌道になるように振ればいいんです。そしてその行きも帰りも、同じとこ通ってる軌道を見るんです。見てるんです。特にこの辺からピューッと先端の白いのが降りてきて、自分の顔の左側へ抜けていくのを見てるんです。こんなんやって何も打ってないのにこっちなんか見なくていいんですよ。ずっとここ見てて、あとはこの軌道を見てるんです。で、行きも帰りも同じ軌道になったら、ちょっと意図的に顔の向きを右に向けてみて、振るとどういう軌道になるか、その顔の位置によって軌道がどういう軌道になるかっていうのをやるんです。見るんです。今ちょっと顔左向けてます。ややアウトサイドインで、なおかつちょっとダウンブロー気味の軌道になってます。なので左足下がりとか、ライが悪くてちょっと上からダウンブローに打ちたいなっていう時は、こういう軌道で打ってやればいいんですよ。で、ちょっと目線を右に持ってくれば、あ、ちょっとアッパーブロー気味のインサイドアウトになってるなと。ね。つま先上がりだとか、左足上がりだとか、フック打ちたいなとかっていう時は、こうやってやってみればいいんですよ。っていうことを、自分でその軌道を見るんですよ。軌道。で、どういう風にしたらどんな軌道になるかっていうのを見るんです。で、その時に、じゃあ、自分、の顔の向き、目線がどこにあるかとか、で、その時のこの動きがどんな動きになってるかとか、そういうとこ見るんですよ。体なんか余計なことしないんですよ。何もしなくていい。これだってちゃんと回ってんだから。あら、チョコ切ってる。体回すんだってこんなにいっぱい回す必要ない。というところをぜひね、やってほしいなと。これだけですよ、これだけ。これ持たないでやったらこれだけですよ、これだけ。これだけ。これだけ。これだけですよ、これだけ。ちょっとダウンブロー気味、アウトサイドイン、これ。ちょっとインサイドアウト、これ。で、インサイドアウトのダウンブローは、これ。これだけでいいんですよ。これだけで。ぜひね、これを活かしてください。トルネードスティック。別に私これの回しもんでも何でもないんだけど、これ振ってれば振りは良くなります。余計なことしなくなります。この肘手首の関節もちゃんと使えるようになります。はい。ぜひやってみてください。
まるで回しもんだね。はい、というわけで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。回しもん萩でした。ごきげんよう。ありがとうございました。天気が良くて最高でした今日は。